はシャンプー変えてみた。どう？来週、花代ちゃんたちとイベントでここに来ることになってるの。うん、私、参加するの。だから、先に行くわけにはいかない。誘ってくれた花代ちゃんに悪いから。ごめん。せっかくあなたが誘ってくれたのに。でも、あなたの気持ちも大事だから。どうすればいいんだろう。え？私らしい？
告白？あ、うん、ありがとう。でもちょっとびっくりした。リナちゃんボード、ドキドキ。ねえ、一つ提案があるんだけど、猫カフェに行かない？最近見つけたんだけど、すっごく癒されるの。そこに紹介したい子がいるの。はんぺんとはタイプの違う美人さん。なかなか振り向いてくれなくて、最近通ってるの。紹介する。だから一緒に行こう。街へ繰り出そう。キラキラ輝く夢のような素敵な世界が私たちを待ってる。そんな世界を私と一緒に冒険しよう。あなたも勇気を出してこっちへおいでよ。リナちゃんボード、ひょん。よかったね。私もいろんなお店に行けて楽しかったから、リナちゃんボードにっこりん。実はすごく気になってるお店があるんだ。愛さんが教えてくれたカフェ、可愛くて美味しいスイーツがあるんだって。あなたと一緒に行きたい。ダメ？私、今すごく幸せ。気持ちがポカポカしてる。あなたには伝わってる？
のね、今の私の気持ちはね。少し複雑。全部わかってもらえて嬉しいのと、わかられちゃって恥ずかしいの、半分ずつ。当たり。あなた、本当にすごい。うん、私、もう一つ追加したいかも。じゃあ、半分こしない？あなたと私で、いいよね。猫さんのお庭にようこそ。こっち来て。猫さんたち、あなたに挨拶がしたいみたい。ほら見て、こんにちはって言ってるよ。撫でてあげて、こんな風に。上手。猫さんも気持ちよさそう。あの、お願いがあるんだけど、私のことも撫でてくれる？リナちゃんボード。もう。これからもたくさん遊ぼうね。